あなたの悩みを直接解決、教えて中井プロ。はい、はい、皆さんこんにちは、並木です。そして中井です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今日は、まあ、一応ガクさんが大阪出身、はい、大阪出身で、私が兵庫出身ということで、はい、関西弁手割りみたいなのを、ね、やっていきたいと思います。ほんまにやんの？ほんまにやります。ほんまにやんの？もう始まってんの？始まってる。わかりました。でも私も今喋ってて気づいたんですけど、はい、標準語とは違って、はい、ワントーン下がるっていう。そうね、ちょっとドス効いてるね。そう、ドス効いてしまってるんですけども、うんうんうん、皆さんご了承ください。はい、なんか行きましょうか。はい、はい、今日は質問コーナーですね。はい、まず2つ目、はいはい、これで完璧、プロもやってる方向性アップ練習法とはっていう、うん、まあ、動画なんですけど、はいはい、まあ、それの質問です、うん、はい、中井プロのレッスンはとても分かりやすく、いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。私も方向性にはいつも悩んでおり、うん、アライメントスティックを使ったりしてますが、うん、その足元に置くスティックを目標に対してどこに向ければいいかが分かりません。はい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 、飛球線に対して平行ということであれば、うん、目標の1ヤード程度左を向ければ良いということになりますが、はい、それでは飛球線は目標の右を向いてしまいます。つま先はあるいは肩の線は目標に対してどこを向ければ飛球線に対して平行に構えているのかがよく分かりません、うん、ゴルフで言われる平行は数学的な意味での平行とは異なっているように感じています、はい、そこで肩の線が目標に対してどれくらい左を向けばいいのかについてご教示くださいとのことです。そうです ね、 ね、こんなに真面目な質問関西弁しこいて答えてえの？関西弁しこいて答えてえの？えです。えですっていうのがもう関西弁ちゃうんやけどな。えよ、えよ、プロでもかっちり構えられてる人って、え、おらんのですか？うん、え、いや、結局まっすぐ立とうという風には思ってへんの。やっぱりコースでね、まっすぐ立つの大変なの。私もそれはめっちゃ上がってます、うん、でしょ、はい、だから僕らどっちかというとまっすぐ立とうっていう意識はなくて、うん、要するにどういうふうに球を飛ばしていって、うん、どこに落とそう、うん、でそれに対してどういうふうに立てばいいかっていうふうに考えてる。ああ、はい、なるほど。そうだから、そのぴっちり、うん、そのおっしゃってるようなぴっちりとこう目標に対してちょっとあの手前に平行を引いて、うん、バッと構えたらええんちゃうかなっていうふうな感じではなくて、一つあるのはやっぱ遠近感の感覚の違いっていうのがあって、その要はおっしゃってるようにこう後ろから平行にこう立った時にね、こう向こうでクロスするもしくはクロスしないっていう考え方が2つあって、遠近感的に考えたら線路のレールをこうやって見た時に向こうでこう交わってるように見えてるでしょ。あ、見えますね。そのものを交わってるように見えてるような感覚なのか、それともずっと向こうまでその平行に平行線を意識してるのかっていうところでちょっとちゃうわけ。だからその部分でどう感じるかっていうことの感覚であって、うん、で実際にその自分の中でここでアライメントスティックを置いてこう構えた平行、ここで自分の中で平行が完成してる、うんうん、だったらもうそこと実際にこう目でねこうやって見てるときっていうのはもうここで方向性っていうのはもう目は認識できないです。じゃあどこで認識するんですか？要は目ってこういうふうに左右の目が同じ角度で正対しているときに方向性っていうのは分かるんやけど、こういうふうに横向いて右目と左目がこういうふうに互い違いになっているときっていうのはもうこれで目標方向っていうのは分からん。ああ、そうなんですね。そうだからこの時は距離感は見えてるけど目標は見えてないから、なのでここで見えてるような平行線とかそういったものは基本目は認識してないもんやというふうに思ってほしい。それちょっと間違って覚えててるから、うん、いやだからやっぱり右向きやすい人っていうのはそういった意味ではその線路のレールと同じで平行線が遠くへ向かっていくにあたってこうクロスしていくってイメージを持ってしまうから、どうしてもどん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 右に、あ、それ私ですね。そうですね本当に向きやすくなってしまうんやけど、でも実際にはもうある程度交わらない線だというふうに思ってもらった方がいいかな、そういう意味では。だから自分の中でこう構えた時に、あ、これで
フェースの面が目標を向いてんねや、もしくはその自分の打ちたい方向のラインに対してフェースが向いてるんだというふうに認識できればもうそれで十分ぐらいの感覚で、それでええんやと思っていただいた方が、だからあんまりそのびっちりびっちりやりすぎない方がその実際にはいいと思います。はい、絵のほんまこれで大丈夫だ。なんか僕らはものすごい関西弁置きに行ってる感じするんだけど、私もそんな気がします、ね、すごい、はい、じゃあ次、はいはい、アラウィーさん、はい、ドライバーの弾道がどうしても上がりません、うんうん、来角は勝ったお店で合わせたはずなので、うん、自分に合ってるはずなんですけども、はい、いつも10度くらいの低い球になってしまいます、うん、面を開いて無理やり高くすることもできるんですが、うん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 、スライスしてしまいます、はい、どうすればプロのような高弾道の球が打てるんでしょうか。高弾道ね、理想的な球の弾道っていうのは放物線なんです。放物線に近づけていくと、ボールっていうのは要するに理想的な弾道を描くっていうふうに言われてます、うん、ヘッドスピードがいくらぐらいかっていうのは分かる、変えてはらんから分からんのやけど、うんね、要は10度ぐらい の打ち出し角でも、うん、例えばそうやね、まあ、ヘッドスピード50ぐらいあれば、うん、ボールって上がるんですよ、まあ、40ぐらいのヘッドスピードの人がその理想的な弾道で球上げようと思ったら、やっぱりね15度ぐらいは打ち出し角つけなきゃいけない。ロフトが足らへん、ロフトが足らへんっていうのが一番、足りてへんってことですか。ロフトが足りてへんっていうのが一番大きな、来角っていうこれロフト角ですね、はい、ロフト角がこうショップではランも入れて距離出てますやんみたいな話になってしまうから、あ、飛んでる前のクラブを飛んでるからこうていくわみたいな感じで買ってはる人多いんやけど、でも実はそれってキャリーで飛んでへんから、実はコース行った時に、あ、なんかね、基本的な一般営業のゴルフ場ってプロのトーナメントみたいにフェアウェイ綺麗にビシッと買ってはらへんから、どっちかというとあんまり低く出ても転がらんですわ。あ、転がらんねや、うん、そうだから転がらへんから、うん、だからどうしてもそのなんていうかな、キャリーが出へんと飛ばへんっていう意識がすごい出るの、うんうん、だから10度ぐらいの打ち出しでやっぱり低く出てしまったら、やっぱり40そこそこのヘッドスピードしてやっぱ全然飛ぶって感覚にならへんわね。だからどうしてもそのちょっと打ち出しがつくようなスプーンの方が飛ぶみたいな話が出てきたりする。そのドライバーで自分で打ち出しがつくようにって意識したら、そのスライスしてしまいますって、これはほんま良くないことなんで、あんまやらへんいいかなと。じゃあもうどうしたらいいんですか、うん、結局だからクラブを、まあ、もうちょっとキャリーが出るクラブに変えていただくか、うん、アラウィさんちょっとご自身のヘッドスピードどれぐらいのスピードで飛ばしてあるんかっていうのをちょっと教えていただいたら、またそれに対しての対応します。だからスイングで治るんかクラブ変えた方がいいのかっていうのは、そこでちょっとまた判断できるんで、追って連絡いただけたらコメントください。アラウィさんよろしくお願いします。はい、じゃあ次行きましょう、はいはい、トモユ9353、はい、うん、中井プロの動画いつも参考に なせてもらってます、はい、お気に。ゴルフ始めてまだ10年くらいなんですが、うん、未だにグリップがしっくりくることがありません、うん、よく言われる指の付け根とか第二関節までとか言われますが、どうも握り方が合わず、うん、毎回握り直したりワクルしたりしながらなんとか打ってはいますが、うん、自分のスイングに対してなかなかしっくりきません、はい、取り直しや握り直しやワクルを続けているとプレー知恵につながるし、ね、スコアが安定するかと思うので、うん、なんか参考になりそうなことがあれば取り上げていただければと思います、はい、とのことです。はい、まず太さが追ってあるかどうかっていうところ、この太さ、グリップの太さが覆ってるかなっていうところ。覆ってるか覆ってへんかはどこで見たらいいんですか。実はね、あのね、この手のひらのこの薬指で実際に持った時のここのしっくりくる具合、グリップをした時にこの部分が例えば細かったら余りすぎるでしょ。あ、これが太かったら逆にちょっと余っちゃう、要するに持てなさすぎるでしょ。要するにグリップがしっかり来ない、細すぎるとここが余ってしまってこうグラグラしてしまうと、この薬指がしっくりくるグリップの太さっていうのがまず必要な、ここで基準を決めたらいい、ここで基準を決めたらいいと。なるほど、うん、グリップのその握り方がどうのこうのというよりも、このグリップ本体の太さがまず自分ご自身に合うてるかどうか、合うてるかどうかっていうのをまずしっかり 見とかんと、うんうんうん、あの次の話いかれへん、グリップ本体の太さが合ってるかどうかしっかり見とかんと次の話いかれへん。一つヒントがあるとすると、こうやってグリップパッと握った時にね、実はがっちり隙間を埋めてるようにはしてないです。
ちょっと、はい、ちょっと隙間があるような感覚では握っています。指でつまむような感覚で握ってちょっと隙間があるような感覚でちょっとあるかな、ちょっとゆとりあるかなぐらいの感覚では握ってますね。 なのでまずは何よりもグリップが適正な太さかどうかっていうことをまず自分なりにチェックしてみてください。はい、それだけでもだいぶ違ってると思います。はい、ということで、うん、関西弁シリーズ初めてやってみたんですけど、どうでした？中井さん。しんどい。しんどいですか？しんどい。いや、てかね、ほんまにちゃんと伝わってる？ほんまにちゃんと伝わってる？もうそれが気になってしゃあない。これでね、中井が関西弁でレッスンせえへん理由分かったんちゃうかなっていう。それを分かってくれたらええな。どうやろう、それも含めてまたね、ちょっとまあ怖い怖い怖い、ちょっと後半戦いきましょうか。うん、そうですね。ということで、はい、後半戦もこのまま関西弁でやっていきましょう。はい、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。またねー。